間に合ったな。なぜ追ってきた。助けてくれと言った覚えはあるだろう。助けてくれって最初に言われた。なぜ追ってきた。頼まれて力を貸したのにまだ報酬をもらってない。そうだったな。ついでに予言だ。光の戦士は呪われた閃光を解き放つ。それが気になってるだけであんたを助けに来たわけじゃない。お前の都合で来たのであれば帰れと言える筋合いはないな。たくどっちも素直ですこと。あんたがバハムートと戦っていた時、オーディンは戦わなかったのか？あんたが追い詰められるのを黙って見ているだけだった。変よね。ライトニングのしもべなんでしょ？彼はしもべじゃない。オーディンはしもべじゃないってどういう意味だ？召喚獣は絶望の化身だ。絶望。何もかも諦めて生きるのも嫌になった時、無力な自分に耐えられなくなった時、憎しみや怒りで心が壊れかけた時、召喚獣が現れて悲しみを消してくれる。苦しんでいるものを死なせてやるという方法でな。殺して楽にしてくれるのかよ。だが現れた召喚獣に勝つことができればかけがえのない友となってくれる。彼はオーディンはずっと私を支えてくれた。なのに守ってくれないの？今の私がライトニングではないからだ。初めてオーディンと出会った時、ライトニングは絶望に染まっていた。自分を殺しに来たオーディンを死に物狂いで乗り越えた時、ライトニングは変わり、オーディンの友となった。だから私も、そうしてみようと思ったんだ。絶望に立ち向かって、踏み越えていけば、あの頃の思いや覚悟を取り戻して、戦う力が、きっと蘇る。本当のライトニングに、戻れるんだね。絶望してやけになったんじゃなくて、絶望にぶつかっていくために、召喚獣に挑むんだな、あんたは。ただ勝てる相手か？さあな。可能性にかけるしかない。帰りたいからな。分かった。じゃあオーディンとやり合うまで無理するな。行くぞ。俺が前に出る。ついてきてくれ。お前が前衛、私はバックアップか。今のあんたに太刀打ちできるか？できるできないの問題じゃない。やるしかなければやるだけだ。はっきり言わせてもらうけどな、そういうセリフで突っ込んで死んだら大バカ野郎だろ。あんたは見てろ。俺がやる。いいのか？やるしかないからやるだけだ。世界に別れを言う時だ。これが俺の物語だ。やってやる。来い。ここだ。遅い。はあ、ちってここだ。君が勝ったのは良かったけど、これでいいのかな？何がだ？ライトニングは絶望に立ち向かうために召喚獣に挑戦していくんだよね。成り行きで君が戦っちゃったけど、ライトニングの力で勝たないとダメなんじゃない？勝てもしないのに戦って死んでしまうより全然マシだ。生きて前に進んでいけば、次があるのは確かだな。次の機会に恵まれるか、次の絶望にぶつかるかだ。それも通り過ぎていけばいい。生きてさえいれば、進んでいける。道はどこに続くんだろうな。絶望へ導いてほしいぐらいだ。乗り越えなければ私は何も取り戻せない。まるで絶望を欲しがっているみたいだな。あんたは違うさ。なぜ言い切れる？俺はこのパラミティアで絶望に溺れた奴らを大勢見てきた。そいつらはみんな立ち止まっていた。進もうとするあんたとは違う。私の戦いの旅は絶望から絶望へ渡り歩いたようなものだ。あんたは絶望に背中を押されたかもしれないが、絶望を目指して旅をしたわけじゃないだろう。戦い続けたライトニングの魂を支えていたのは絶望なんかじゃなかったはずだ。わからないな。思い出せないんだ。大切だったはずなのに忘れるなんて。ライトニングにとって大切だったと覚えていれば大丈夫よ。いつか思い出すことができたら、あなたは自分自身に戻れる。忘れないで、ライトニング。敵に背中は向けないのがライトニングの生き方だったな。その生き方を貫きたいなら、敵を見据えて後ろに引け。今は前向きに立ち止まってろ。召喚獣は絶望の化身、そう言ってたな。ああ、だから本当は自力で乗り越えるべきなんだ。自分が抱えた絶望を打ち消せるのは自分だけだ。そうかな。自分の代わりに他人が頑張って助かることもあるんじゃないか。あんたには頼れる仲間がいたんだろう。俺にはいないけど。君と私は仲間以上よね。召喚獣も友なんだろ。そうだったな。仲間が私を助けてくれた。光が導いてくれなかったら、私は一人、カオスに落ちていた。あんたの光って何なんだ？光。私にとっての光は、ダメだな。光をなくしてしまったから、戦えなくなったのかもな。光もなく戦うのは、生き方じゃない。死に方でしかないんだ。やはりお前か。受けて立とう。待っていてくれ。彼とは私が戦う。光は見えたのか？光もないのに戦うのは死に方でしかないんだろ。光はお前だ、光の戦士。お前のおかげでここまで来られた。からかうな。光はあんたに宿ってるはずだ。なのに思い出せないのが辛いな。心配はありがたいが、オーディンとは私が戦う。決めたことだ。わかった。そんなに死にたいなら好きにしてくれ。頼みがある。ああ、手助けはしない。すまない。世話になった。助けないって言ったけどな。あんただったらこうしたはずだ。ライトニングは守ったはずだ。なんで諦めるライトニング。あんたは無数の絶望を超えてきた。戦って生き延びてこれたのは希望をなくさなかったからだ。希望、それが私の、あんたの光だ。確実に倒す。来い。行くぞ。ここだ。砕け散る。そこか。待ってろよ。どこを見てる。あなたは光を取り戻した。あなた自身を取り戻したの。声に出してみて、自分の名前を。ライトニング。ああ、確かに私の名だ。やっと実感できたか。私が希望を忘れていたとはな。希望はあなたを導く光。希望をなくしていたからあなたは戦えなくなって、自分自身さえ見失っていたの。一番大切にしていたのに忘れるなんてどうかしていた。仕方ないさ。ここはパラミティアだ。希望に飢えてる世界だから、来る奴はみんな希望を奪われる。あんたが忘れっぽいわけじゃない。本当かな。俺は希望のことには詳しいんだ。世界に希望をもたらす光の戦士だからな。まだ候補でしょうが。信じるよ。ともかくこれでライトニングは自分の世界に帰れると思うよ。送っていこう。ライトニング、話がある。言ってくれ。あんたに代わって戦った報酬をまだもらっていない。そうだな。何を送ればいい？あんたの力だ。私のクリスタルが望みか？違うな。あんたは希望を取り戻し、再び蘇った。人の魂をカオスに導く死神。あるいは、人を支配する神に立ち向かう閃光。その名はライトニング。あんたの力を見せてくれ。そいつが、俺の報酬だ。面白いやつだな。笑えるのも今のうちだ。あんたの重りをやらされて、俺は鬱憤が溜まってる。責任取って受け止めてくれ。気が合うじゃないか。私もなんだ。ずっと戦えなかったから、鬱陶しくて不愉快だったし、お前のおかげで戻った力を試す相手が欲しかった。戦えるなら、願ってもない。おとなしくしろ。まだだ。俺たちの物語だ。変化して仕掛ける。せめて祈るんだな。せっ、はあ、俺たちの物語だ。これでいい。刻んでいく。どうかな。はあ、入ったな。もしかして笑ってるの？負けたくせに打ちどころが悪かったかな。差がありすぎて笑うしかない。神と戦う閃光ライトニング、半端じゃなかった。この世界には予言があったな。光の戦士は呪われた閃光を解き放つ。その通りになった。お前が解き放ってくれたんだ。そりゃどうも地元に帰れるんだな。ああ、私はこの上なく自由だ。望むままどこへでも行ける。思うまま生きていける。希望が導いてくれる。行こう、オーディン。こんな世界から出れて何よりだ。俺は逃げられないからな。思い込まない方がいい。逃げられないと思い詰めてもいいことなんて何もない。逃げ道の方が前に進める時もある。リアルが辛いなら逃げてもいいんだ。いい言葉だな。ありがとう。妹の言葉なんだ。礼ならセラに言ってくれ。よろしく伝えてくれ。いつかセラを連れてまた来よう。あいつ私より強いぞ。じゃあな、ライトニング。ライトでいい。いつかセラを連れてまた来よう。あいつ私より強いぞ。逃げ道の方が前に進める時もある。リアルが辛いなら逃げてもいいんだ。いい言葉だな。じゃあな、ライトニング。ライトでいい。